第三章劇場の娘親分ちょっとお耳を若い方の手代の時事は品吉の耳にそっとささやきましたなんだあの金が少しなくなっておりますが金昨日ご主人のお申し付けで当座のご入用のために小判の包み金で500両と他に小判と小粒を取り混ぜて20両。 お今の手ぶ庫に入れておきましたが、今見ると包み金の五百両だけ紛失しております。バラの二十両はそのままあるというのかへえ。時事は少し息を弾ませております。久米吉よりは少し若く、三十そこそこでしょうか。肩幅の広い、顔の四角な、背は低いのですけれども、おたなもにしてはひどくたくましい感じのする男です。 このうちでひどく金に困っているものはねえこのシナキチは一りごとのように言いました。主人の部屋に入って五百両の金を盗み、主人に見つけられて殺す気になったか、それとも主人を殺してから金を取ったか、とにもかくにも閉じまりの完全さから見ても、くせものはうちの中にいるものでなければなりません。おやぶん。 おいのセンタロウがしどく金に困っているそうっすよ。実家が悪いんで、そこへ見継ぐつもりで掛けごとに手を出したそうで。下っぴきの一人は、しなきの耳にささやきます。よし、おらはそのセンタロウをしとせめせめてみる。その間におめえはセンタロウの荷物を調べてくれ。金を取ってもまだ隠す暇はなかったはずだ。やってみましょう。下っぴきの飛んでゆく後ろ姿を見て、 シナキチは大勢の中に小さくなっているセンタロウを呼び出しました。おめえはセンタロウと言うんだな。へえ、かけごとに凝っているというじゃねえか。と,とんでもない、凝るも凝らないもございません。後にも先にもたった一度手を出してひどい目に遭いました。少しおどおどしておりますが、色の浅黒い愛嬌のある丸顔でせいぜい二十六七でしょうか。 久米吉の生白いのに比べてなんとなく頼もしげな青年ですいくら取られたんだほんの30両ばかりでも私にとっては大金でございますその30両はどっから出したんだ亡くなった叔父から用立ててもらいました私の実家の兄が古い借金で困っておりますので何とかしてやろうと思ったのですでも兄が借りた金は 利息がが積もってて両を貸しておりますが私の手に入ったのは30両でこれでは先方へ話をするのも難しかろうと思ってつい誘われて掛けごとに手を出しました最初は少し儲かりましたがだんだんいけなくなってたった一晩のうちに持っていた30両を一文残らず取られてしまったのでございます今では後悔しておりますがどうにもなりません 仙太郎の調子は少しやけですがでも愛嬌のいい顔は大した屈託もなく笑っておりましたおよぶんふに飛び込んできたのは仙太郎の荷物を調べにあった下っ引きでした「今度あれましたよこの通り包み紙はありませんが確かにコ小ンで50両下っ引きは不近木綿の財布を逆さまにすると畳の上へさらさらと 落ち散ったのはまさに山吹色の小判で五十枚それが千太郎の荷物の中から出てきたんだな間違いありません番頭のいはちが立ち会いましたよしさあやろう爆死で取られたはずの三十両が五十両に増えておめえの氷の中にあったんだぞこれをどう言い訳する下手な口を聞くと中殺しで張り付けを背負わにはならない よく考えていってみろ。支那吉の鉄の手が仙太郎の肩にかかりました。もはや言いとくべもなさそうです。とんでもないことです。私は何にも知りません。そんな金が私の氷の中にあるなんて、そんな馬鹿なことがあるはずはない。仙太郎は完全として顔を上げました。追い詰められた恐ろしい。運命の重圧の下にも。 最後ままでで屈服しら魂です知らねえで言い訳になるかお十両の小判が一人で氷の中に潜り込めやしめえでもお家の手分庫からなくなったのは五百両だというじゃありませんかそうよ四百五十両はどっかへ隠してあるんだろう後で下水から井戸まで探させるよそんなことも多ぶんええ面倒だ言い訳はおしらすのじゃれをつかんで言えそれ まっちまえやろう信用にしろ飛びつく舌っぴきその十手の下へ美しい鳥のようにパッと飛び込んだものがあります、はあっセンタロウさんを縛っちゃいけませんセンタロウさんは何にも知らないんですそれは佐渡屋の一人娘でおはぎという二十歳の美しい娘でした少し小柄ですが成熟しきった果物を思わせる傲慢な体と 血色の良い顔、表情的な目や唇などを見ると、この娘は激ジョボのためにはどんなことでもやりかねない肌合いの人間らしく見えます。ええ、ちょうど払いのける下っぴきの手へ、おはぎの手は柔らかいつ鶴草のように絡みつきました。千太郎さんの氷にそのお金を入れておいたのはこの私なんです。千太郎さんの知ったことじゃありません。 そんなバカなことを言ってこの男を助けよったってそんな甘口の細工に乗るんか下っぴきはこの美しい娘を突き飛ばしもならずさすがに持て余した様子です。い,いえ嘘や細工でこんなことが言えるものですか聞いてください。 千太郎さんが実家の兄さんを助けようと思って用意した金を取られてしまい本当に死んででもしまいそうに後悔しているのを見ると私はかわいそうでじっとしていられなかったんです娘の話が次第に筋が立ってくるのを聞くと品吉は下っぴきの争う手を止めてしばらく娘の唇から何が出るかを待ってみる気になりました私は。 私は死んだ母さんの片身にもらったお金の中から五十両だけ取り分けて金んもめの財布へ入れてそっと千太郎さんの氷に入れてやりました二三日前のことです檻があったら行ってやろうかそれとも氷の中から五十両の金が出た時の千太郎さんのびっくりする顔を見ようかまだそこまでは考えていなかったんです。娘のおはぎはぎ 必死と口説き立てるのですこの似合いらしいいとこ同士の間にはなんとなくなみなみならぬ親しみが結ばれているのでしょう第四章大助出馬それから三日たち五日たちました里屋の主人三重門を殺した化身は湯島の品吉の手ではとうとう上がらず七日目には我慢の角を追って 先輩の御用聞き源太ともども南町奉行所役宅に池田大輔を訪ねて織り入っての頼みになったのですこんなわけでございますてっきりこの野郎にすごいねえと思った手代の久米吉はその晩早くから小唄師匠のめ吉のところにしけ込んでいて明るくなってから帰ってきましたしその次に怪しいとにんだ甥の仙太郎は法理の五十両が 娘おはぎの財布じゃ話になりませんそれにこの二人は早くから許可づけで来年の春までには祝言をすることになっておりますその祝言におのるきだった父親の峰物を殺すはずもありません品吉の説明はなかなかよく行き届きましたなんとか言ったもう一人の手代は十吉でございますこの男はしっかり飲んで 年下ながら主人の忍者は道楽者の久米吉より信用していました。あこんな利口な男が人を殺せば外からクセモ者が減ったようにどこかの雨戸を一枚ぐらいは開けておくはずじゃございませんか番頭の伊八は年寄りで主人よりもよぼよぼしておりますしあとは下女や小僧でそのような大それたことはしそうもありません。その下女はお種といってこれは男勝りですが。 親の代から佐渡屋の世話になり出戻りになったのは五年目で今では佐渡屋に一生奉公する気でいるようで大した働き者で難しいな池田大輔も考え込みました材料が揃っている割にこの謎は容易に解けそうもありませんあの界のもの者はもう騒いでおりますこのまましがたつと町方一等の治りになるかと気が気じゃございません 湯島の品吉は源太の言葉添えに力を得て一生懸命頼み込むのでした「少し日がたって調べが難しいが檻を見て出かけるとしようところでその前に小豚の師匠の民吉と手代の時吉とこの二人をもう一度調べてくれそれからその晩呉を討ちに来たという林家の一之助と浪人者の石田雄太郎」。 この二人は日頃の付き合いの具合から金回りことにあの晩二人の帰ったのをうちの者か近所の衆は知らなかったかそれを聞き出してもらいたいえそれからこれは一番大事なことだがその三尺のくぐりの仕掛けを誰か外の者に漏らしたのはいないかそこを念入りに調べてくれかしこまりましたそのうちに私も行ってみよう二人は こう行き詰まると大助の明じに委ねて、その指令に従うほかはなかったのです。それからまた三日目、ようやくいろいろなことが分かりましたよ。品なきと源太が連れ立ってやってきました。小田師匠のところは二軒長屋で隣で聞くと、あの晩久米吉は、 9つ前にやってきて泊まり込んでおります。夜中出たところで中から開けてもらわなければ佐渡屋へは減りません。店中で久米吉はのけ者にされておりますから、そんな親切ものはないに決まっております。それは品吉の報告でした。時きはしっかり者で白雲頭の頃から奉公し、五六百両も貯めております。人間が家庭で、一時は佐渡屋の養子にという噂もありましたが、 娘のおはぎはあんな地味なのが嫌いでものにならずそこへ老いの千太郎が入ってきたそうですこれは玄太の報告です女のかかり合いはこんな男ですから女には振り向いてもいません金をためる一方でそのうちに主人は元手を出して店を一軒持たしてやるという心持ちもあったようで主人が死んで店中で損をしたのはあの男ですくぐりの 仕掛けのことを漏らしたものはないかああそれを忘れておりました今申し上げた手代の時事が自分には用のねえ仕掛けだからうっかり林家一之助に漏らしたことがあると言っておりましたところで林一之助と石田雄太郎の方は林家一之助は確かにあの晩おこのつ少し過ぎに軽っております里屋から資本を融通してもらって商兵をしているんで 佐渡屋が死んで一番困るのは林家でしょう浪人者はこれはあの晩何時に消ったか見当もつきません古間坂の長屋に住んでいる一人者であんまり近所づきあいもありませんから暮らし向きはどっから入ってくるか金はあるようですことにこの二三地は大変な景気だそうで近所では石田さんは金のなる木でも植えたんじゃねえかと言っております 二人の報告はそんなものでしたそれでよかろうあとは少しばかり潮時を待たなければなるまい。池田大輔はそう言って縁側の外の冬空を眺めてぼります。